朝日門道エンガル瀬戸瀬 IC、エンガルインターチェンジ間高速道路ナンバリングが表示された道路標識現在はエンガルインターチェンジ方面も通行可能を朝日川門別自動車道は北海道上川郡ピップ町から門別市に至る高規格幹線道路である。略称は旭川門別道、旭門道。高速道路ナンバリングによる路線番号は E39 が割り振られており、北海道で最初に高速道路ナンバーリングが付与された、標識が設置された。以下の一般国道と並行しており、これらの道路のバイパスと位置づけられる。2007年11月13日に、国土交通省は高規格幹線道路の未着工区間の 2900km を対象に、各区間ごとに費用対効果の評価を行った。 その結果、遠軽門別館は3段階評価で最も低い評価であるグループ3に分類された。これを受けて、今後の整備の方針として、車線数を原計画の4車線から2車線に減らし、既存道路の一部を活用するなど、一定の見直しを行うこととなった。政令で指定されている、奇襲転換を連絡する道路が、旭川門別自動車道のみであり、 国道450号の一般道路は存在しない。このため、国道450号にかかる項目についても、本校で述べる。一般国道の路線を指定する政令及び、一般国道の指定区間を指定する政令に基づく、一般国道450号の概要は、以下の通り。エンガルインターチェンジ北の計画中区間エンガルインターチェンジ優別長官の、 1> 約1 1トルについては、2019年度に概略ルート及び構造の検討が開始され、2020年の2度の道路計画に関する意見募集を経て、2021年2月に約1 4トルを全線別線ルートで整備する方針が示された。2021年3月、エンガル上羽別道路の新規事業化が承認され、エンガル町、 豊里と優別町南平ソニックの間に、エンガルインターチェンジ、エンガル中央 IC、上優別 IC が設置される見込みである。全線が計画中であり、事業化されていない。この計画区間は、国道238号と並行しており、この区間の一部では2009年から、防雪対策や、交通安全対策を行い、 朝日川紋別自動車道の機能の一部を当面、代替させる国道238号、紋別防雪事業が進められている。全線台面通行24時間、交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。